らら？何か不都合がある相手でいらっしゃるとか？
まさか兄様、そういう趣味が。いわゆる耽美な世界ですね。姫様、ごきげんよう、リンさん。確かに7組の男性はリンさんも含めて素敵な方々ばかり。はあ、夢が膨らみますね。それはまあ、なんというか乙女のたしなみですわね。様子だとまだまだチャンスはありそうね。もう姫様、トーマたちは楽しそうに踊っているようだ。長旅で疲れていたようだが、やはり招待してよかった。妹たちはまだ幼いからな。だがいずれ機会ができたら連れてきてやりたいと思う。ああ、早いも。まあな、故郷に吹く風はいつも懐かしく思っている。だがそれほど寂しいわけじゃない。ああ、俺が立っているこの場所もまた故郷に他ならないからな。学園でリーンたちと過ごして半年以上が経って、この帝国も俺の中でかけがえのないものになった。それこそ第二の故郷だと言ってもいいくらいにな。もちろんそこにリーンたちがいるからだがな。俺は本当に幸せ者だと思う。愛すべき、そして守るべき故郷が二つもあるのだから。もちろんだ、リン。これからもどうかよろしく頼む。リン、大丈夫か？みんな、みんな
で決めたの。あなたをここから逃がそうって。なんとか立て直して。そんなのできるわけないだろ。いいから行きたまえ。帝都が占領された以上、これから内戦が始まるだろ。たとえ遅れをとっても、多分熾烈な戦いになる。でもリーンとその灰の騎士がいたら、貴族派でも革新派でもない第三の力が存在したら、必ずやその流れを変える風となってくれるだろう。ダメだ、生身でかなう相手じゃない。みんなこそ逃げてくれ。満身創痍のお前に心配されるいわれはないな。そうそう、僕たちに任せときなって。私たちもこの場を切り抜けたら教官たちと合流しますから。セリーヌ、リーンさんをお願いって言われても。これ以上の損傷は危険と判断、戦域からの離脱を提案する。この声は。そうか、その段階まで来てたのね。バリマール、離脱して、なるべく遠くへ。でも、帝国内のどこかに。了解、離脱を開始する。勝手なことを言うな。高野祭の夜にも言ったように、この帝国は俺の第二の故郷だ。リーンが、みんながいるこの地を守るためなら、俺はどんな苦難も厭わない。風と女神の導きを必ず再会できると信じている。ガイウス、やめろ。